それではコ田選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です、はいえー。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか。えー、もう一言悔しいです、えー。それですね。もうあの応援してくださった人も、えー、たくさん大阪なんでいたんで、えー、何としても勝ちたかったんですけど、えー、とちょっと結果が、えー、出せなかったんで。 申し訳ない気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。はい、えー。最初にダウンを奪ったのはコウタ選手の方だったと思うんですけども、はい、その時にこう手応えっていうのはあったんでしょうか。はい。まああのー、あったんですけど、まあ、気持ちで連打でダウン取ったみたいな形あったんで、あのー、まあ、立ってくるやろうなと思ってました。あのー、一発で入ったから倒れたっていう形じゃなかったんで。 もう気持ちで押し切って倒したみたいなか形だったから立ってきたところは、はい、あのやっっぱりチャンンピオンが強かったです、えー、対戦を終えて相手の印象というのは戦う前と後と違いまししたでしょうかいや、そんなことないです、もう最初から強いのは分かってましたんで、えー、でも、僕は挑戦者やから絶対先に、えー、仕掛けようとは思ってましたんで、まあ、その辺までは。 えー、イメージ通りで動けたたえ今回、来陣初参戦ということだったんですが、来陣、はい、の舞台はどんな印象だったでしょうかいや本当に素晴らしい舞台で、あのー、戦わせてもらったのが、すごい、えー、感謝でいっぱいです、もうあんな舞台で僕なんかが戦えると思ってなかったんで、声かけていただいて、本当にありがとう。 とございましたって,、えー、今思ってます、えー、それでは試合を終えたばかりなんですが、はい、今後の展望というのを教えていただけますかそうですねあの悔しさがいっぱいあるんでねあのやり返しては痛いですけどもうあのね自分が這い上がるだけなんであのもうコツコツと。 やることしか多分できないと思いますんで。ではい、もう年も年なんで、あのー、そんな一気に伸びることはないと思うんで、まあ、あのー、コツコツチャンスがあればっていう形で、えー、待とうと思います。ありがとうございます。はい